誰もできんの。ピンチしてみろ。体重差がこれお前が来い。痛かった。痛かった。お守りやったら勝てるろ。思ってイン東京。今日はね、ちょっと俺一人やって、たまたまマネージャーの大振りがです。お久しぶりです。本戦決定しました。よっしゃ。はい、今日も多分生配信で回転みたいな、はい、対戦発表結構本格的やねんけど、俺もまだ分かってないけどね。もうそこが会場やから、はいはい、もう早速集合時間なんでちょっと行きます。なんかカメラ撮っていいみたいから。あ、でかい。そのまま入って、はい、いよいよ第2回の会場ですね。対戦相手が俺まだ分かってないんだよ。まあそこそこあっちで分かる感じ。では続いてのグループの皆さんをご紹介いたします。続いてのグループ、成り上がりファイトに参戦するファイターの皆様です。どうぞ前までお越しください。ジャックポット真理 VS 越智、ユーリー VS 源太郎、笠原翔 VS 朝倉豊樹、加藤瑠衣 VS 吉田陣、サンテ VS 翔太、こちらの5カードになります。それではですね、コージ CEO がストームトルーパーになってしまったんですけれども、コージ CEO 話せますか。話しにくいですよね。ついついねエンターテインメントしてしまうんですよね。はい、すいません。いや、どんどん本茶になっていって、自分自身も楽しみです。はい、はい、では星野代表、それぞれのカードについて説明をお願いできますか。はい、まずこちらのブロック、ジャックポット心理選手 VS 越智選手、はい、まあ、こちらは、ですね、大阪オーディションの時に、まあまあ、お互いバチバチにこうやっていた続きをもうしっかりとリングの上で見せていただきたいなっていう思いで組ましていただきました。はいはい、僕も成り上がりたいし、ほんまに本気でやりたいってあんま正直会場来て思わなかったですね。みんな帰って。思わせるわけだから。じゃあ思わせる。な、帰る。やりたくないと帰る。喋るの誰でもできんねん。行動に移す。な、ね、座りながら喋るの誰でもできるから。立ってるだけやろ。あとか。うん。立ったらいい。ねえ。ねえ。ねえ。お前ただチヤホヤされただけやろ。YouTube で人気なってな、チヤホヤされただけやろ。やってみろや。何が YouTube やってみろや。やったらできんのか。おできんのか。お何万人いくん。いつまでや。何万人じゃん。おいつまでや。今年言えや。お前名前言え。細野やつじゃん。お DM 送ってこい。いかんかった。お前が来いや。いかんかった。DM 送ってこい。いかんかった。どうすんの。坊主にしたらや。坊主。あ、誰でもできるわ。俺何してほしい。何回坊主やってきて。2、3ヶ月に1回坊主やってきて。しょうがない。カッパが。いやー、これはね、心理がね、プロ魂を見せたというか、YouTuber のプロ魂を見せて、すごいこうね、オーディション会場を一気に、会場の雰囲気を変えたね、熱い言葉を言ってたので、それを、リングで体現してくれるのかなと思って、期待して呼びました。もうこれは完全にエンタメ枠ですよね。はい、はい、エンタメ枠なので、存分に、本ちゃんのやつら以上に盛り上げてもらったら、これはこれで楽しいなと思い、組ませてもらいました。さあ、それではですね、ファイターの皆さんに意気込みをお願いしたいと思いますが、まずはジャックポット心理選手、意気込みをお願いします。ジャックポットの心理です。僕は対戦相手を前日まで全く知らんかって、で、まあ、名前なんか送られてきたんですけど、マジで全然誰も知らんから、まあまあ会場行って、まあ分かるやろうと思って見たら、お前はだるいわマジで。オーディションでなんかお前のせいでなんかエンタメ枠にされたやんけ。ほんまになんかオーディションで喧嘩売ってきたからやったけど、あ、今日はやめてな、スーツやから。ちょっと運営さん、もうちょっと花ある人を当ててほしかったっすわ、マジで。ちょっと花もないし、オーラもないし、ちょっとヘルメットかぶっとく。ほんまに、はい、こっちの方が多分花出るよ、マジで。えらい控えめやん。まあね、ごめんなさいね、ちょっとこの子のせいでね、ちょっと僕らエンタメ枠みたいになっちゃったんで、本気でやりに来てるんで、2月5日は、まあ多分、向こうの子は、まあ俺のことを
ちょっとバカにしてるような感じでずっと見てくるけど、まあ、ケチョンケチョンに言わして、逆にまあ踏み台にしたろうってめちゃくちゃ美味しいから踏み台にしたろうって思ってるやろうけど、その踏み台にしようとした君を俺が踏み、はい、ありがとうございました。無言で聞いていた越智選手、ここで意気込みをお願いします。マイク入ってます？毎度大阪の細野越智です。いやー、ようしゃべるカッパやな思って聞いてました。あんだけ大阪のオーディションでビビっとったんだな。めっちゃ震えとったよお前な。そんなお前に今日はいいもん持ってきて。お前がそんなんするからエンタメ枠にされんねん。お前もともとエンタメやねん。おむつ、心理用のおむつ。お前おもらしするやろ。え、これ履いて試合せん。え、マジでします。いや、してか、まあちょっと子供用なんですけど、お尻拭きも持ってきてるんで。お前めちゃくちゃエンタメ枠やん。心理が漏らしても大丈夫なように持ってきたんで。そりゃエンタメ枠にされるわ。いや、お前漏らしても大丈夫やからな。あと頭の皿も拭いたろか、これで。まあでもね、一個、あの、唯一こいつがオーディションの時にカッパがって言ってきたんですよ。それで、あの、一回カッパって言われたことあったから、うん、ちょっとマジでちょっとイラッとしてたから。あ、そうな。これキュウリ食べろお前な。キュウリ、キュウリ食べておとなしくしとけ。ありがとう。おう、いいよ。以上です。はい、ありがとうございました。はい、はい、ありがとうございました。他に質問はございますか？ちょっと、あの、花のない青い子に誰か質問したってくださいよ。ぼーって座ってるだけやから。ね、質問みんな興味ないからね。はい、では質疑応答は以上とさせていただきます。それでは写真撮影に移りますので、ファイターの皆さんご起立ください。ではまず一試合ずつ、ツーショットで写真撮影をさせていただきます。まずはジャックポット心理選手と越智選手、お願いします。前まで出ていただきまして、まず横に並んで正面を向いてのファイティングポーズ、あるいはご自身のポーズがあればお願いします。まず正面向いてお願いします。ではフェイストゥフェイス、はい、手を出さないように気をつけてください。2月5日待ちましょう。その気持ちは2月5日に出していただきたいと思います。ありがとうございました。まあでもなんか、ほんまにエンタメみたいになったけど、俺も全く俺知らんかったさ、はい、対戦相手も。あの子なんやみたいな、お前頑張ってピー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 やってみたいな。まあ、俺調子乗ってるし、まあ、生きてるやん、はい、調子乗ってるし、生きてるの分かってんねん自分で。こんな俺にな、あの、負けたら恥ずかしいから、まあ、2月5日はマジでちょっと恥ずかしい思いさせたの。まあ、新人君なんだかんだあれですもんね、あの、芦沢流星さんとも戦ってるし、うん、格闘技ちゃんとやってる方だからな、新人君。ほんまにちょっと頑張って殴り合って、はい、まあ、あの、見てて楽しい試合をしてみたいです。はい、3分間あるから、ね、ちゃんとちょっと格闘技っていうのをちょっとやってみたい。はい、まあ、自分もラウンドガールは見に行きたいんで。いや、ラウンドガールはマジで見に行きたい。俺めちゃくちゃ可愛かった。いや、マジで可愛いです。びっくりした、ほんまに。